宗形市は、福岡県の宗形地方に位置する市である。北九州、福岡大都市圏に属す。福岡県の福岡市と北九州市の中間に位置し、響が玄海灘に望む都市であり、大島、千島、沖の島も市域に含まれ、東郷地区と赤松地区に主な市街地が形成されている。市政施行前は、宗形郡であり、この地域の中心都市である。 福岡都市圏、北九州都市圏に属し、両都市圏の10%圏域に属している。北九州市を中心とする北九州都市圏のベッドタウンとして発展してきたが、近年は福岡市を中心とする福岡都市圏の発展に伴い、福岡都市圏のベッドタウンとしても発展を続ける。両都市の中間地点であり、交通の便が良好であることから、人口が増加している。 市内は観光資源が豊富で、海上安全、交通安全の守護神とされる世界遺産に登録された宗像大社もある。歴史的に日韓友好に尽力していて、また近年は日清や非没友好にも力を入れている。国民健康保険制度の参考にされた偵察制度がかつて実施されていた地域である。宗像市主要部周辺の空中写真。 2010年6月5日撮影の25枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。夏場の降水量は比較的多く、真夏日も多く現れるため太平洋側気候の特徴を見せるが、冬場は日本海から北西の季節風が吹きつけるため、ド天の日が多く雨、雪の降る日もあり。 冬場の日照時間が短いなどの日本海側気候の特徴も見せる。また、日本海沿岸部であるため冬型時は、強風、波浪注意報が発表されることが多く、時には暴風、波浪警報が発表されることもある。夏引く秋にかけては台風の影響も受けやすい。年降水量は1700ミ、mm、リメートル程度で年、平均気温は15度前後。古代より、 中国や朝鮮との貿易で繁栄した地域で知られ、宗形大社の新領で世界文化遺産の沖の島を持つ。飛鳥時代には、宗形大社が九州唯一の神軍に指定されその範囲は、東は、恩賀川、南は、宮若市、西は、新宮町に及んだ。戦国時代には、宗形大社の大宮寺、宗形指定が有力な大名として、 ツタが岩木に城を構え、恩が、倉手を含む全胸型を他の大名の侵略から守った。山田事件などが起こったこともあり、怪談話が多いことでも有名である。宗方の地名の由来は、宗方三女神の降臨、鎮座に際してその片城を包災したことにより、身の形、身の像と称したことによる。市議会の組織議会運営委員会のほかに、 常設の三つの常任委員会と特別委員会が設置されている。市役所現会長との合併前は、人口に対し市役所職員の割合が全国で最も少ない市であった。警察消防局の機関圏の機関市の施設統合赤間宗方市の中心拠点と位置づけられた地域である。赤間駅の北西には、クリエイト宗方という商業特区があり、サンリブや飲食店、 生活雑貨店、ゲームセンターなどのロードサイド店舗や医療施設が集積し、駅の南には、夢タウン・宗方がある。自由が丘南郷・宗方市南部に位置し、釣り川支流の朝町川、高瀬川が流れる。北は東郷、南は宮若市山口、東は赤間、西は福津市と接する。宮若市山口と生活圏が一体である。また、 国道3号線の胸型バイパスがあり、飲食店、遊戯施設等のロードサイド店舗が多いため、休日は人で賑わう。現海港の港金崎漁港大島大学短期、大学高等学校中学校小学校義務、教育学校図書館胸方市民図書館は、胸方ユリックス図書館を中心として、絵本の部屋、末文館、深田文館で構成されている。 コミュニティセンター博物館、美術館運動施設サニックスワールドラグビーユース、交流大会港の港海水浴場さつき松原、海水浴場さつき松原ロイヤルホテル宗方、沖ノ島神社、寺院海水浴場、砂浜遺跡温泉ゴルフ場総合施設赤間駅市の中心駅は赤間駅。市役所最寄り駅は、東郷駅高速道路国道県道。ありがとうございます。